会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、私がスタッフの方を採用させていただいて2ヶ月だったんですが、その総括をしてみたいと思います。一緒に働いていただける方がすごく嬉しくことにいらっしゃってですね、10月の頭から2ヶ月ほど一緒に働いていただきました。で、その感想はですね、なかなか仕事をお願いするのが難しいなというのが感想です。仕事をお願いするのが難しいというのが率直な感想です。その方は優秀な方なので、これやっといてくださいと言えば大概のことはやっていただけるんですが、逆に言うと私自身が日中事務所にいないので細かい指示ができないんですね。これはこういうふうにしてください、これはこういうふうにしてくださいなんて細かい指示ができない上で、ある意味丸投げみたいな形になってしまっていて、大変申し訳ないなと思っています。でそれでもなんとか苦労しながら仕事まとめていただけるんでありがたいんですけども、やはりきちんと丁寧にお願いしないと頼まれた方も大変だと思いますので、そういうのをすごく申し訳ないなと思って、今後の課題かなと思っております。で、仕事をご用意すると、その方が仕事をやりやすいように、ご用意するというのもですね、なかなか大変で、私も自分の仕事の合間にそういうことをしていくんですが、何て言うんでしょう、ただやっぱりきちんとやりやすいような環境状況を整えていかないとダメなんだろうなというのも課題ですね、仕事のお願いの仕方とか、ケアの仕方、あとは事後的なチェックというのもなかなかままならなかったりしてというような状況が2ヶ月一緒に働いていただいた、総括かなと思います。私もまだまだ人と一緒に働くのが、慣れてないところもありますし、しばらく3年近く一人でやってきたので、なかなか一緒に働いていただくということは慣れてないので、そういう課題を一つずつきちんと、クリアしていって、なるべく気持ちがいい職場を作っていこうと思っております。